リアントのライセンスを発行しているところだよな。ああ、僕宛に何か書類が届いているそうだ。ライセンスを持っている僕とヘルマとライカ以外は施設の中に入れないから。俺たちはしばらく自由行動だな。迷いやすい街だから迷子には気をつけてね。了解。迷子には気をつけてって、俺はガキかよ。でもカイトったらジェフティの言葉にもあんまり怒らないのよね。なんだサラか。なんだとは何よ。後ろ姿を見つけたから追いかけてあげたのに。さては迷子にでもなったのか。もうカイトの意地悪。せっかくライカからの伝言を持ってきてあげたのに教えてあげないわよ。伝言？そう、何でも日本人でライセンス持ちの女性がここに来ていたらしいの。もしかしたら姉さん。そうそう、あなたのお姉さんじゃないかって。さあ、お前も隠れよ。え？いいから早く。ちょっと。おかしいわね。確かにカイトの声が聞こえたはずだけど。タツキ、どうかしたのか。ううん、なんでもない。それよりちょっと忙しくなりそうよ。悪い知らせか。ええ、デモンズ以降のマナの消耗が予想以上に激しくて、崩壊を遅らせるためにはもっとたくさんのマナが必要だわ。俺は構わないが、タツキ、お前はもう少し休んだ方がいい。大丈夫よ、私って見た目以上に頑丈なんだから。お前といい、カイトといい、強がって我慢するやつの大丈夫を飲みにできるか。我慢強いのは三原君も一緒よ。幼馴染のわがままに無理して付き合う必要はないのよ。だから俺はその、お前のことを。つまり、大切にしたいんだ。さすが頼れる兄貴分、言うことがかっこいいね。ほんと、幼なじみっていう身内びいきを抜いても十分いい人だと思うのに。これでどうして彼女ができないのか不思議なのよね。大丈夫よ、鬼原くん。顔は怖いけど、中身はいい人なんだから。ね。ああ。ほら、元気出しましょう。本当に誰も相手がいないなら、私がお嫁さんになってあげるから。ね。さあ、頑張ってマナを集めに行くわよ。待て、タツキ。今、なんて？あれはどう見ても天然っぽいけど。天然だよ。だからなおざらたちが悪い。色恋沙汰にはカイトも鈍い方だが、タツキはそれ以上だからな。鈍くて悪かったな、カイト。ん？ああ、ライカか。ジェフティの用事は済んだのか。お前の友人が送りつけてきた書類を見て、ジェフティが怒っている。友人って誰かな。シズイからだ。ジェフティが怒る書類って、シズイのやつ一体何を送ったんだよ。君のご友人から素晴らしいレポートが届いたよ。内容に間違いがないか、君の目で確認してもらえないかな。ん？なんだこれ。これって全部
俺が過去にどんな事故でどんな怪我をしたかの記録だ。そう、これ全部だ。何かまずいことでも書いてあったのか？君は分かっているのか？この膨大な記録の全ては君の怪我歴そのものだぞ。しかも近所の迷い犬を助けて車にはねられただの、鳥を助けて木から落ちただの、君は毎年骨折だけで何回病院に通っていたんだ。多分半年に1回くらい。君は分かっているのか？普通の人間だったらとっくに墓の中だぞ。人助けや動物救助も大切だが、物には限度がある。そう言われたって考えるより先に体が動いているんだよ。考えて動いているよりタチが悪いじゃないか。だってでも最近はそういう事故もないんだし、別に怒らなくたって。僕はこのレポートを読んで、なぜ君のご家族や友人があんなに心配性になったのかよーく分かったよ。大丈夫だよ、骨にひびが入ったくらいならほっといてもくっつくし、水肥がついてるおかげか俺って普通の人間より頑丈だし回復も早いから。どうして君は自分の傷や痛みにそんなに無頓着でいられるんだ。ジェフティ、あまりカイトを責めてくれるな。少し度が過ぎているのは認めるが、どの傷も皆こやつの優しさの表れだ。カイトの半分は優しさでできていたとして、残りの半分は間違いなくバカの文字でできてると断言するよ。それよりなんでまたシズイはそんな資料を送りつけてきたんだ？保護者としてカイトが船に残ることを認めた上での取扱説明書だってさ。ホリーを救出したメイヘンスでの戦いを直に見て考えを改めたらしいよ。君はもう一人前だって認めてくれたみたいだね。シズイ、しかしさすが自称親友兼保護者様、本職が調査員の卵というだけあってすごいレポートだよ。君の取扱説明書ざっと100ページはあるだろうね。あとこっちが彼から君へと頼まれた贈り物だ。シズイのやつ、本当は今でも心配で仕方がないんだと思うよ。僕もこのレポートを見ていたらものすごく心配になってきたしね。過去は過去、今の俺で評価してくれ。それじゃあ期待が5割、心配が4割、残りの1割が信頼感だね。信頼はたったの1割かよ。このレポートを見てもなおその1割が残っただけありがたく思うよね。わかったよ、怪我はしないように気をつける。ああ、頼むからそうしてくれ。